茶摘みは八八十夜から始まる北川拓郎の朗読です「茶摘みは八十八夜から始まる山本周五郎」1. 水野平三郎は江戸から呼び戻される時その理由を察して侵害に思った。 バカな話だ。と、彼は口に出して呟いた。親父には俺がわかっていないんだ。この俺が酒や優等に溺れるような人間だと思うのかな。彼は帰国したが、父の五郎左衛門は何も言わなかった。水の五郎左衛門は970石ばかりの老職で、 その時ちょうど矢作川の堤防工事の総奉行をしており、平三郎に自分の助役を命じた。矢作川は一昨年の8月と去年の7月と、2年続けて暴風洪水にやられた。昨年は堤防が500件決壊、電池3万3000億を流され、去年は650件に及ぶ包みと、 九千三百国余の田を流されたのである。不審現場の詰所は公園寺にあり、支配は鈴江殿間という男で、平三郎は午前九時から午後四時まで、毎日その公園寺の詰所へ通勤した。総奉行の助役は他に二人いたし、彼には格別な事務はなく、 詰所のの日は退屈なものであった自分も退屈であるし、他にも退屈そうに見える者がいる。そこで彼は、勤めが終わった後、そういう連中の中から好ましそうな者を誘って、町へ飲みに出かけ、夜になってから家へ帰った。平三郎は友人仲間にも人気があり、女にもよくモテた。 この城下町は街道でも随一と言われる繁盛な土地で、当時のことだから無論料理茶屋などがなかったが、二軒の本人と三十軒近い旅館旗子に岡崎女郎衆なる女がいて、客の相手をした。触れ書きなどでは飯売り女といい、俗には飯盛りともいう。 規則では一件に二人しか受けないし、着物は木綿、紙道具は鹿々と厳しい定めがあったけれども、大きな旅館などでは人数も多く、きらびやかに紙化粧をし、着飾って座敷にはべったものらしい。平三郎は腕が立って男前で、金遣いが綺麗だったから、友達仲間に好かれる以上に女たちに騒がれた。 その町の若旦那が見えたといえば、他の座敷に出ている女たちまでそっと抜け出してくるという風であった。だが、そんなことで矢に下がるほど彼は甘い男ではなかった。彼は意志が強く、友情にも女にも酒にも溺れなかった。俺は三河武士だ。という爽やかな自尊心が、 かなり美男である彼の顔に、いつもしっかりと座っていた。友人たちは前から、都の町の水野は老成していると言っていたし、女たちの中には、若旦那とならいつでも心中する、などというものがいくらでもいた。酒や遊びなんどつまらない、と彼は鼻で笑う。やめようと思えばいつだってやめるさ。 今日からだってやめてみせるよ。父の五郎左衛門はめったに小言を言わなかった。一人息子で可愛かったばかりでなく、放っておいても物になるやつはなるという考えだったらしい。ただ一度平三郎が酒を飲み始めた自分、こういうことを言った。酒も遊びもそのものは決して悪くはない。 それが習慣になることが悪いのだ。酒や遊びが習慣になり、やめられなくなると身を誤るというのである。その時言っただけで、それ以来その話には決して触れないが、彼を江戸から呼び戻したのは、彼を信用しなくなったからに相違ない。もちろん、彼は江戸でも飲んだり遊んだりした。 江戸へ行ったのは学軍をするためであったが、平三郎は野牛の道場へ入門した。もともと剣術や柔らが好きで、その道なら家中でも軍を抜いていたから、みるみるうちに腕を上げ、古参の者にさえ、一本願おう、などと言われるようになった。自然、気の合う仲間ができ、彼らを連れて遊びに出かけるが、 そこでも金払ればいいし、さっぱりした性分で仲間の人望は元より女たちにも騒がれた。彼は江戸で満足し、充実した生活をしていた。何も不足のない充実した生活に満足していたのである。それを二年そこそこで呼び返され、不審場の詰書所などへやらされるというのは、明らかに 酒と優等に対する無言の懲戒に違いない。そう思うと、彼は愉快でないばかりか、自尊心を傷つけられるようにも思うのであった。十月中旬のある夜。十時を回った時刻に、平三郎はしぐれに濡れながら、との長筋の家へ帰ってきた。 彼はひどく酔って、そうして、しぼんでいた。彼は、この二三日、ずっとしぼんでいるのだ。十日ばかり前に、爪所から帰ろうとすると、支配の鈴江殿間が、そう飲んでばかりいていいんですか、と言った。何をと彼は殿間を見た。殿間は穏やかに微笑しており、彼は黙って爪所を出た。 何を小役人の文在でと思ったのであるが、との間の穏やかに微笑した顔と懸念そうなその言葉とが、まるで針でも突き刺さったように頭の芯から離れなくなった。そう飲んでばかりいていいのかまた飲むのかいいのかまだ飲むのかそれでいいのかいいのかいいのかといった風で、頭の中に かでもうなっているかと思われるほど、絶え間なしに聞こえるのであった。よしと彼は言った。そんなら今日からやめてやる。彼は決心した。今日こそ飲まないぞと決心したが、退勤するちょっと前に、梶川伊八郎が来て、にやにやしながら、大林寺の門前でおこのにあった。 だと囁いた。久しく来てくださらないと言って恨んでいましたよ。考えてみると半月以上も言っていませんからね。今日あたり一つどうですか。彼は伊八郎と松尾忠之助を連れて、おこのという女のいる浜屋へ行き、かなりふけるまで飲んで帰った。 その翌日も浜屋へ行き、酔って帰る途中、そう向きになるな、と自分に言った。酒をやめるぐらい造作のないことだ、と彼は言った。しかし、やめる理由もないのにやめることはないじゃないか。頭の中では、いいのかいいのかとつぶやくのが聞こえていた。いいのか 飲んでばかりいていいのかまた飲むのかそれでいいのかいいのかいいのか平三郎は二三日前から自分が疑わしくなり、これはどういうことなのかと真面目に考え始めた。真面目に考えてみると、どうやら捕まったらしいということを認めなければならなくなり、すっかりしぼんでしまったのであった。 2. そうなると、地震などというやつは脆いものだ。その夜、仲間と別れた後、彼は天満町の通りで、道掃除を見た。そんな時刻で雨も降っているのに、明日、どこかの大衆でも通るのだろうか。見逃さをつけた妊婦たちが四五人ずつ組になって、 濡れながら道の掃除をしていた。いつもなら目にもつかないのだが、平三郎はいきなり殴られでもしたような顔になり、慌てて目を背けながら横丁へ曲がった。今のを見たかと彼は自分に言った。貴様なんぞ。まぐそロいも満足にできやしないんだぞ。 戸の長筋の屋敷へ着くと、土塀について裏へ回った。屋敷の裏にあたる西側だけ芝垣になっており、木戸がついている。夜遅く帰った時はそこから入り、親たちに気づかれないように庭を抜けて、自分の寝前、窓から忍びいるのである。だが、 その夜は客間にまだ明かりがついてい人の話し声が聞こえるので、平三郎はドキッとして足を止めた。自分のことで集まっているのではないか、と直感したからだ。彼はそっと近寄っていった。飛び石が濡れているので滑りそうになり、枯れた芝生の上を抜き足で歩いていった。 爪腹を切らぬとすれば、という言葉が、まず聞こえた。平三郎は、急に耳が鳴り出すのを感じ、もっと近く、土ひさしの下へ入っていった。その時、ひさしから襟首へ雨だれが落ち、彼は危うく飛び上がりそうになった。客は二人、 城代画廊であり、この本家にあたる水野三郎衛門と、江戸画廊の文家で老職の背後倉之助であった。話はもう終わりかけているらしく、問題がよくわからなかったが、爪腹を切らせるという言葉が幾度も聞こえた。誰かに切腹させようということらしい。そのうちに父の声で、 やむを得なければ毒害しようと言い出した。平座風呂は息が詰まりそうになった。うん、と本家が言った。その方がいいかもしれぬ。それがいい。それに決めよう。と、背後の言うのが聞こえた。当人に知らせず命を縮めるというのは、侍の道に外れた仕方ではありますが、と、父が言った。 この場合はむしろそうする方が慈悲かとも思うのです。平三郎はそこを離れた。俺のことではないな。と、彼は歩きながら呟いた。まさか酒というとうぐらいのことで爪腹を切らされるはずはない。まして、毒害しようなどと言うんだから、俺のことでないのは確かだ。 庭を回って行き、自分の根間の外へ近寄った。音のしないように、雨戸と障子の敷居には蝋が塗ってある。慣れているから巧みに中へ入り、すっかり濡れているので、まず根巻きに着替えた上、脱いだものをひとまとめにして、そっと風呂屋へ持って行った。しかし、刀はそのままにはしておけないので、忍び足で今へ行き、 手入れ道具の箱を持って出るとたん、廊下の向こうから父に呼びかけられた。客を送り出して戻るところらしい。こっちへ近寄ってきながら、今自分何をするのだ、と、いぶかしそうに聞いた。平三郎は抱えている箱を父に見せた。刀の手入れです。んと、 五郎左衛門は彼の寝巻き姿を眺めた。寝てから思い出したのかいやその、ちょっと眠れそうもないものですから。そう言って彼は急に向き直った。実は話したいことがあるんですが。もう遅い。お前、刀の手入れをするんだろ糸まはかかりません。 どうしても聞いていただきたいことがあるんです。五郎左衛門は彼の顔を探るように見た。お前、また酔っているな飲んでいますが酔ってはいません。と彼は急いで言った。真面目な話なんです。すぐに着替えてお今の方へ伺います。そして自分の寝間へ戻った。 出してあったつねぎに聞かえながら、平三郎は口の中で何かブツブツと自問自答をした。彼は父に告白し、詫びを言おうと決心したのである。さっき耳にした三人の話から、強い自責の念にかられ、まさか自分のことではあるまいと思う一方、この辺が締めくくりをつけるべき時だとも考えたのであった。 そうか。突然、彼は帯を締めかけていた手を止め、顔を上げて呟いた。あれは、本田ダ校のことだ。そうに違いない。それならわかるのに、どうして気がつかなかったのかな。平三郎の顔に安堵の色が現れた。 よほどほっとしたらしい。ゆっくり帯を締めながら彼は微笑し頭を振った。しかしすぐに彼はまた表情を引き締め強く唇を噛んだまま長いことそこへ棒立ちになっていた。やがて裾の向こうでそっと彼を呼ぶ声がした。彼には聞こえないようで黙って立っており、 すると静かにふすまを開けて母親のミアが覗いた。どうなすったの、平三郎さん父上がお待ちかねですよ。平三郎は身震いをして振り返った。今行きます。すぐに行きます。母親は彼を心配そうに見守ったが何も言わずに去った。 五郎左衛門は居で茶を飲んでいた。平三郎は日置から離れてきちんと座り、まっすぐに父を見て口を切った。五郎左衛門は聞き終わってから、そうだ、とうなずいた。だが、どこで聞いたどこで聞いたかは言えませんが、それがもし事実なら、お願いがあるのです。 彼は父の目を見つめたまま言った。どうか私に本田公の商売役をさせてください。五郎左衛門は彼を見返した。それはどういう意味だ言葉通りです。何か主催があるのかいたわしいと思うのです。このままでお命を縮めるのには、 あまりに痛わしい。私が商売役に上がれば、なんとかご行情を改めることができるかと思うのです。五郎左衛門は日よけゆっくりと手をかざしながら、感情を抑えた声で静かに言った。<laughs> お前は、他人のことよりも、自分の行情を改める方が先ではないのか そのこともあるのです。と、彼は目を伏せていった。それでお願いする気になったのです。五郎左衛門は彼を見守った。平三郎は目を伏せたままじっと動かずにいるが、その姿全体が開墾とある決意を表しているように思われた。 何か生産があるのかありません。と彼は答えた。ただ、自分ならできるように思うのです。考えておこう。と、五郎左衛門は冷ややかに言った。三、本田泉の神正俊が、 岡崎藩に預けられてから丸二年になる。正俊は元赤市城六万石の領主だったが、河西敏乱の都賀で領地を削られ、陸奥の国岩瀬郡のうち一万石を与えられたが、なお不行席が改まらないため、その一万石も没収の上、堺忠実に預けられた。 坂井家には十年いたのだが、この間に手乱の癖が高じ、坂井家で預かることを断ったため、岡崎の水の家へ預け替えになったものであった。はじめは自身五人と三人の次女がついていた。けれども、岡崎へ来たときには、萩尾という若い次女が一人しかいなかった。他の七人は、 マサトシのために手打ちにされたり、そうでない者はマサトシの乱暴に耐えかねて逃げてしまったのだという。すでに50歳を越していたが、マサトシは体も大きく力があって敏症で、一度暴れ出したら手がつけられない。この岡崎へ来てからでも、商売役の者が三人も切られ、一人は重傷で死にはしなかったが、 片足をももから切断しなければならなかった。朝から酒を飲み、食べ物、衣服、住居について贅沢を言い、それが通らないと暴れ出す。しかも、すぐに刀を抜くので、自然と収まるまでは近寄ることもできないのであった。五郎左衛門はこれらの事情を平三郎に詳しく話した。 平三郎もおよそのことは噂で聞いていたから、父の話でそれほど驚きはしなかったし、商売役を務めたいという希望もあくまで撤回しなかった。合議の上、許してもよかろうということになった。と、五郎左衛門が言った。しかし、扱いかねるからと言って、 途中で謝るわけにはいかぬぞ。平三郎は黙っていた。自分から願い出る以上、念には及ばないという顔つきであった。彼は松村義平という前任者に会い、役目の手順を聞き、敬語の侍や小物たちとも会った。そして背後を倉之助に連れられて北の丸へ着き、 本田正俊と対面して、商売役交代の挨拶をした。正俊は、長い廃所暮らしの人にも似ず、骨太の引き締まった体つきで、朝黒く酒焼けのした顔に、太く濃い眉と、まなじりの切れ上がった鋭い目つきをしていい、下唇の厚い口元には、 あらゆる事物に対する部別と霊障の色が感じられた。萩尾という次女は21歳になる。小柄で柔軟な体つきがひ弱そうに見えるし、な長で皮膚の薄い顔立ちや長いまつげに覆われた少し大きすぎるほどの目や、柔らかに波打っている唇などもひ弱そうで、 いたいたしいような印象を与えた。北の丸にあるその館は、現藩主、忠之の祖父にあたる、剣持忠義の建てたもので、隠居所にでもするつもりだったのか、まかずは五つ、クリアがついており、柱も床板も頑丈作りだが、ただ住むに足るというだけで、飾りらしいものは何もなく、 いかにもよくぶばったただよしの好みを表していた。まさとしを預かるにあたって、商売役や警護の者の,のために、そのそばへ新しく長屋を建て、またその周囲に柵を設けたが、館そのものは手入れをしただけで、造作は少しも変えなかった。もう一般に畳を用いるようになっていたが、 そこは板敷きのままで、昼は円座を持ち、夜は敷き畳を一枚置いた上にヤグを述べ、枕元に屏風を回して寝るのであった。雅サには、それがまず気に入らなかったらしい。はじめから畳を敷けと要求し、今でも同じ要求を繰り返していた。 平三郎に向かって第一に行ったのもそのことであった。堺家ではこんなことはなかった。これは不当な扱いである。武家の作法を知らぬやり方だ。すぐに畳を入れてもらおう。岡崎ではこれが代々の家宝です。と平三郎は答えた。家中の侍はもちろん藩主も 日常は畳を用いてはおりません。これでご辛抱を願います。次で、食事が粗末すぎること、火が乏しいからもっと部屋炙りや日置けを増し、いろりを作ること、また、衣類や調度が不足なこと、外出運動をさせることなどという具合に、それも悪魔に近い表現で言い募るのであった。 平三郎は当たらず触らずに受け流して、五日の間様子を見ていた。どんなにメンバーされても相手にならず、それまで通り酒も飲ませた。だだっこのように不平不満を並べ、酔うと物を投げたり暴れ出す様子が、平三郎には反感や警部を感ずるよりも、深い憐れみの情をそそられるようであった。 そういう気持ちが通じたのであろうか、次女の萩尾は平三郎に対して次第に感謝と信頼の色を見せ始めた。正俊が暴れるだけ暴れ、疲れ果てて寝てしまうと、長屋へ下がる平三郎を送り出しながら、萩尾は囁くように詫びを言い、これからのことを頼むのであった。さぞ、 お腹の立つことでしょうけれど、不幸せなものだとおぼしめして、どうぞ堪忍してあげてくださいまし、と、萩尾は言った。こんなことを申しては、ぶしつけですけれど、水野様に代わっていただいてから、乱暴も少なくなるように見えますの。ご迷惑でしょうけれど、どうぞお頼み申します。 平三郎は脇を見たまま頷いた。萩尾の言葉つきや韻の深い声や平三郎を見る眼差しには自分で意識しないあらわな感情がこもっていた。それはほとんど平三郎を老狽させたくらいであるが彼は懸命に自分を抑え無感動を装った。五日間 正都の様子を見ているうちに、平三郎の死案も決まった。六日目になると、彼は父をその役部屋に訪ねて、正都を城外に移してくれるようにと頼んだ。幕府から預けられたものを無断で城外に住まわせるのは違法である。しかし、極秘でそう計らってもらいたい。 自分が一命にかけて責任を負うと強調した。老職の合議があり平三郎の願いは許された。すでに幕府からは手に余るなら爪腹を切らせろという内達が来ている。それをよく覚えていて万一の時子孫子のないように気をつけろと五郎左衛門は注意した。 マサトシは大臨時へ移された。そこは城の北にあり、広い境内の一方は外堀に面しているが、西と北とに深い小立があって、寺と墓地とを隔てていた。マサトシの移された建物はその小立の中にあった。住職の隠居所で部屋は三つ。クリアがついており、外に井戸もあった。 いよいよやるか、と、大林寺へ移ったとき、正俊が言った。やるならやれ。俺は断じて自決しないし、手を束ねて切られもせぬぞ。やってみろ、平三郎。平三郎は相手にしなかった。あなたに働いてもらわなければならない、と彼は萩尾に言った。 ここへ移ったことは極秘なので、人を雇うことができないのです。私もできることは手伝いますが、炊事も洗濯も掃除も皆やってもらわなければならない。承知してくれますか萩尾はうなずいて答えた。はい。おっしゃるようにいたします。4。 またこれから少し手荒なことをします」と彼は付け加えた「見ていてつらい場合もあるでしょうが他に手段がないのですからどうかあなたは目をつむっていてください」。萩尾の大きな目に不安そうな色が現れるのを平三郎は認めただが不安そうな色はすぐに消え去り彼女は「はい」。 とはっきりうなずいた。大臨時へ移った日から酒を禁じた平三郎はそれを正利に告げ「今後も決して酒は出さない」と言った正利は黙っていたが夕下の全部に酒がないのを見ると怒った「酒のつかぬ食事をしたことはない俺は」 酒なしで食事はしない。下げろ。お断り申しますが、平三郎が言った。これからは帝国以外に御前を差し上げません。もしご空腹になられても、明朝まで差し上げませんが、それでよろしゅうございますか。下げろ。と、正俊が言った。 平三郎は萩尾に目配せをしそのまま全部を下げさせたその日の夕げを食べたのは平三郎だけであった萩尾も欲しくないと言って箸を取らず平三郎は一人で食べたが彼も食欲はなくまた気分がひどく悪かった酒を立ってから6日になりそろそろ我慢が切れてきたのだろう 飲みたいという意識はないが体の方が絶えず何かを求め喉の奥から胃の辺りにかけて焼けるような渇きと飢餓が感じられた真実焼けるような感じでそれを鎮めるには一つの方法しかないことが6日目の今になってはっきり分かった「商売役に上がったことはよかった」と その夜、寝てから彼はつぶやいた「もし本田公という人がいなかったら俺はこの誘惑に勝てなかったろうおそらく口実を見つけて飲み出したことだろうこいつは簡単なことじゃないぞ」正俊は翌日の朝食もとらなかった。 当時はまだ朝夕の2食が一般の習慣で百姓とか激しい労働をする者以外は昼飯というものは食べなかった。正俊は酒を断たれたのと食事を二度取らなかったのとで昼過ぎになると激しい飢餓に襲われたらしく全身をガタガタと震わせながら酒だ酒だとわめき始めた。 平三郎は横庭で薪を割っていた。彼は天満町まで用達しに行き帰ってきてから薪を割り始めたのだが萩尾の叫び声を聞くと斧を投げて駆けつけた正俊は座敷の真ん中に立っていた顔は死者のように青白く目がつり上がって体全体が 怒りにかかったように震えていた。水野様」とハギオが言った。お願いでございます。ほんの少しでようございますから、どうぞ今だけお酒をあげてくださいまし。ヘザブローは答えなかった。酒だ。酒を持ってヘザブロー」とマサトシが叫んだ。砂で貝殻でもこするような。 乾いたザラザラした声であったたとえ預けられた身でも酒まで禁じられるいわれはない命じたのは誰だいえ平三郎酒を禁じたのは誰だ私ですと平三郎は答えた商売役にそんな権限があるかそれはこうご自身がご存知でしょう 悠は床の前へ行き刀を取って抜くと鞘を投げた萩尾が「水野様」と叫んだ平三郎は萩尾に手を振り「来てはいけない」と言ったそこへ正利が切りかかった刀を上段から叩きつけるように非常な素早さで切り込んだ平三郎は左右の手を振り体をひねった 雅俊は半円を描いて転倒したが刀は手から離さず羽を切るなりまた切りつけた平三郎は雅俊の腕をつかみ刀を奪い取ると大きく叫びながら腰車にかけて雅俊を投げた「水野様!」と萩尾が悲鳴を上げた「どうぞそんな乱暴をなさらないで水野様!」そして雅俊のそばへ走り寄り 起きききががろうとする正を泣きながら抱き止めた「もうやめくださいましお願いでございます」と萩尾は必死にすがりついた「お話しなさい」と平三郎が言った「止めてはいけない好きなようにおさせなさい」雅俊は萩尾を突きのけよろめきながら立って刀を拾った萩尾はまた悲鳴を上げ雅俊は平三郎に襲いかかった 平三郎は今度もたやすく刀を奪い肩にかけて正利を投げた少しも容赦のない力いっぱいの投げ方で正利は激しく背中を打ち「うっ」と言うなりそこへ伸びてしまった萩尾が泣きながら正利の方へ走り寄るのを平三郎は見向きもせずに刀を拾い拭いをかけて鞘に収めると 床の間の唐梯へ戻しておいて薪割りをするために横庭へ出ていったまもなく井戸の方で鶴瓶の音がした振り向いてみると萩尾が水を汲もうとしていたその井戸は深くまた鶴瓶が大きい上に重いので水を汲むのは萩尾には無理であった 平座風呂は斧を置いてそっちへ行き萩尾の手から鶴瓶縄を取った「ひどい熱で震えていますの」と萩尾は泣きじゃくりながら言った「こんなこと初めてでございますわ」その声に非難の調子があるのを平三郎は聞き止めた「病気ではない」と彼は言った「酒を断ったのと食事をしないためです」「お酒は?」 どうしてもいけないのですか「そのことで話があります」と彼は水を汲みながら言った「手が空いたら来てくださいここで待っていますから」。萩尾がそっとうなずいた半分ほど水を汲み入れた手おけを下げて萩尾は栗屋へ入って行き平三郎は元のところへ戻って薪割りを続けた。 萩尾が出てきたのは割り終わった薪を彼が薪小屋へ運んでいる時であった「今眠っておりますの」と萩尾は近づいてきていった「お手伝いいたしますわ」「その前に話しましょう」と彼は言った着物についている木くずをはたきながら平三郎は林の中へと萩尾を導いていった 松と葉の落ちた奈良の林へ入っていくと枯れ草に覆われた狭い空き地がありそこに木の切り株が2つあった向こうはしきみの生け垣で生け垣の中は墓地になっている平三郎は切り株の一つを手で払って萩尾をかけさせた平三郎は立ったままどう話し出したらいいか思案するようにしばらく黙っていてから やがて低い声で「本田公に爪腹を切らせるようにと」と幕府から内達があったのを知っているかと聞いた萩尾は「はい」とうなずいた私が商売役を買って出たのもそのことを聞いたからですと彼は言ったうは自決することを拒まれたそれで 毒害という相談までで出たのです。わかりますかやむを得なければ毒害するというのですよ」5「驚いたことに萩尾はほとんど無感動に言った」一「いっそその方がお幸せかもしれませんわ」 何ですって彼は自分の耳を疑った。十年以上もこんな不自由なお暮らしをなすった上、それだけが楽しみのお酒さえあがれなくなるくらいなら、いっそのこと死んでおしまいになる方がいいと思いますの。聞いてください、と彼が言った。打ち明けて言いますが。 私が商売役を買って出たのは、もう一つの理由があるのです。そして平三郎は、自分の酒と誘導のことを語った。父に訓戒されたが、自分がそんなものに溺れるとは思わなかった。いつでもやめられると信じ、だが、いつの間にかやめられなくなっていることに気づいた。そう気づいてから、 その誘惑がどんなに強く、どんなに抵抗し難いかということを知った。と、平三郎は少しも飾らずに言った。私自身がそうだったので、本田様の苦しみが身にしみてわかるのです。と、彼は続けた。爪腹か毒害かという相談を聞いたとき、私は正直のところ、 自分のことかと思いました。それから自分を本田様の立場に置いて考えてみたのです。このまま切腹することができるか。いや、と彼は首を振った。それはできない。このままでは死ねない。俺では生まれてきた甲いがない。 死ぬ決心なら行情を改めるくらいのことはできる。私はそう思いました。あの方の立場に立ってみてそう思ったのです。でも、それには、殿様はもうお年を取りすぎていますわ。全く年を取っていないとも言えるでしょう。と彼は言った。 あの方は、六万石の生死に生まれ、六万石の領主の生活と、十四年にわたる廃所暮らしのほかはご存知がない。世間へ出したら、失礼な言い方ですが、おそらく二十歳の青年ほども歳はとっていないとも、あなたにはそう思えませんか萩尾は黙って、ごくかすかに頷き、 それから目を上げて平三郎を見た。もしかして、と、萩尾は恐る恐る聞いた。殿様のご業績が治るとしましたら、講義のおぼし飯も変わりますでしょうかわかりません。それは答えられませんが、このまま死を待つよりはいいと思います。 彼はそこで潜めた声に力を入れていった。見ているのは辛いでしょうが、辛抱してください。今あの方に必要なのは、同情や哀れみではなく、立ち直らせる無知、立ち直る力となる無知です。わかりますか萩尾は腰掛けている膝へ肘をつき、 両手で顔を押さえながら言った。母が同じようなことを申しておりました。殿様がこうなったのはおそば衆の罪だ。もっと厳しくお育て申し、身に変えて直感する人がいたら、たとえ生まれつきわがままなご性分でも、これほどすさびはなさらなかったろう。 おそばに人のいなかったことが殿様のご不幸だったとよく申しておりました。するとお母様もおそばに仕えておられたのですね。はいと萩尾はうなずいた。萩尾というのは母の呼び名でしたの。私は里子にやられまして十二の年に母のそばへ呼ばれ。 母が亡くなりましてから母に代わってお世話をしてまいりました。自分の本名は歌。母は四年前、正俊が坂井家に預けられていた時に死んだと萩尾は言った。平三郎は下唇を噛みながら、包むような眼差しで萩尾を見守った。 お父様はどうなすったのです。萩尾は体を固くし、それから立ち上がっていった。私もう戻ります。お目覚めになるといけませんから。平三郎は脇へ避けた。どうぞ、と萩尾はうつむいたまま囁くように言った。殿様のことをお願いもします。 平三郎は自分の質問が彼女にとってつらいものだったということを悟りどうつらいかという理由はわからないが自分に対して舌打ちをした夕下の時にも同じ騒ぎがあった正俊は酒を要求して暴れ出し刀を抜いて平三郎に切りつけた萩尾は隅の方で顔を覆って泣き 平三郎は正利を投げ飛ばし、組み伏せ、また投げ飛ばした。そして、正利が動けなくなると、海宝を萩尾に任せて、庭へ出て行った。その夜う十時頃、平三郎は布子番店に桃引きという姿で、寝ている正利を起こし、同じような布子番店と桃引きを出して、正利に、 これを着てください、と言った。洗ってはあるが、着古した品で、紺の色も冷めているし、肩や膝には大きなぎが当ててあった。正俊は黙ってそれを眺めていた。どうぞ着てください、と彼は言った。なんだ、と正俊が言い返した。こんなものを着てどうするのだ。町へ出るのです。 来てください。トシは目をそばめた。街へ出る。来てください。と彼は鋭く言った。トシは横になろうとした。平三郎は歩み寄ってトシの腕をつかみ乱暴に立ち上がらせた。平三郎の手には有無を言わさぬ力がこもっていい。 正利は痛さのあまり顔をしかめた。さあ、桃引きから吐いてください。手を離せと、正利は埋めいた。ふすまを開けて、萩尾がこっちへ来ようとした。平三郎はきっと振り返り、来るな、というふうに首を振った。萩尾は顔を背けながらふすまを閉めた。正利は着えた。 それはまるで平三郎に掴まれた痛みに操られてでもいるような意志の伴わない動作であった。結構です。出かけましょう。彼は玄関で正俊に足袋とわらじを履かせ、手拭いで放かむりをした上から竹の子傘をかぶらせた。彼自身も同じように身ごしらえをしたが、足はすわらじであった。 彼は人足問屋の印のある提灯に火を入れ参りましょうと言って寺の栗の方へ歩き出した曇った夜で空には星一つ見えず風はなかったが気温はひどく低かった裏門を出た二人は魚町の通りを東へ行き鹿児田の草門を通って天満町の人足問屋へ行く 前に通じてあったから、待ち木戸も門も黙って通したし、問屋では平三郎の来るのを待っていた。老人の手代が出てきて、二人を店の横へ案内をし、そこにある箱車を、これです、と差し示した。中にちりとりもうきも入っています、と手代は言った。待ち筋にはすっかり話してありますが。 何かあったら、この問い合へ掛け合うようにおっしゃってください。平三郎は礼を述べてから聞いた。身分のことは内密になっているだろうな。知っているのは主人と私だけでございます。よし、行ってくれ。と平三郎は頷いた。手代は店の方へ戻った。ああ、この貯蓄を持ってください。 と平三郎が言った。車は私が引きます。何をするんだ提灯を持ってください。と彼は言った。何をするかは歩きながら話します。六。天満町から東へ両町を抜けて、縄手道の係へ来ると、平三郎は車を道の端へ止め、 火事棒の間から出て、車の箱の中から、大きと竹で編んだ大きなちりとりを二組取り出し、一組を正俊に渡した。だが、正俊は取るより早くそれを放り出した。俺は、平八郎忠勝のひ孫だ。と、正俊は震えながら言った。 たとえ、海域入るとなっても、平八郎忠勝の政党であることに変わりはない。その俺に、道掃除をしろというのか。平三郎は近寄って、両手で正俊の腕の付け根を掴んだ。彼の手には、満身の力がこもっており、正俊は腕が痺れるのを感じた。あなたが、 忠勝公のひ孫なら、私は岡崎の老職、水野五郎左衛門の嫡んです。彼は潜めた声で言った。わかりますかと、彼は掴んだ手にもっと力を入れた。家柄や血統はその人間の価値には関係がありません。あなたは忠勝公の政党であることを誇るよりも、 むしろ恥じるべきでしょう。六万石の家を潰し、家臣を離散させた。そのことを考えてください。旧五家臣の中には路頭に迷っているものがあるかもしれない。それをよく考えてください。彼は、正都をぐいと揺り立てた。正都はうめき声を上げ、ついで、手を離せと言った。 道掃除をなさいますか正俊は黙ったまま弱々しく頷いた。あなたを一人にはさせません。私もやります。と言って彼は手を離した。こんなことは私も初めてですが、別に難しい仕事でもないでしょう。では始めるとしましょう。 平三郎は提灯を取って腰に刺し、正俊にちりとりと放棄を渡した上、自分のを持って歩き出した。岡崎は東海道でも繁盛第一と言われる土地で、早打ちや急備客などが夜でも往来するし、それらのために夜明かしの立場茶屋や旅籠なども幾軒かあった。また、山勤で上り降りする諸行にも、 ここでは地層ぶれをするので、町筋は常に掃除を怠らないよう厳しい規則があり、大半諸行が宿泊する時などは、夜間でも日の用心や掃除のために人が出た。平常は無論日暮れまでであるが、人馬の往来は周やまだらにしても絶えないから、道筋は牛馬の落とした浮上や切れたわらじや紙くずなどでかなり汚れていた。 これではダメですね。少しやってから平三郎が言った。これでは手元が暗くなる。提灯を持ってください。交代でやりましょう。彼は提灯を正とに渡した。一人が提灯で照らし、一人が掃除をする。車の箱は四つに仕切ってあり、牛馬の浮上や紙くずなどをそれぞれの仕切りに分けて入れるのだが、 慣れない動作をするので、正利は言うまでもなく、平三郎もたちまち疲れてきた。縄手の係は掛村という、そこから名栗町、両町と続いて天馬に入るのだが、縦横堂の前まで来たとき平三郎は一休みした。正利は昨日から食事をしていなかったし、働くなどということは生まれて初めての経験だから、 疲れも一層ひどかったらしく、凍った地面へ直に腰を下ろし、両足を投げ出してうめき声を上げた。空は曇ったままで、寒気は骨に染み通るほど強く、少し休んでいると体が震えだし、手足の爪がしびれるように感じられた。暗い道の上を西から東へ二馬が二と行き、 東から飛脚が走ってきて通り過ぎた。一人がちょを掲げて先を走り、乗箱を担いだ一人がその後ろを走っていた。腰切りの反転に空づねで、しっしっしっしというような掛け声が、こちらの前を通り過ぎ、遠ざかって行き、やがて聞こえなくなった。 始めましょう、と平三郎が言った。正歳は動かなかった。立ってください、と彼は言った。動いている方が暖かいですよ。嫌だ、と正歳が言った。平三郎はそばへより両手で正歳の肩を掴み、力任せに引き起こした。正歳はまたうめき声を上げ、 平座不老は掴んだ手に力を込めてぐいぐいと正俊を揺り立てた。話せと、正俊は苦しそうに言った。やるから話せ今通った孫や飛脚をご覧になったでしょう。と、彼は手を緩めずに言った。たつきを立て、妻子を養うために、 彼らはこの肝夜を眠らずに働いているのですよ。彼らには限らない、世の中には食うだけのために賢明な人間が数え切れないほどたくさんいるのです。考えてみてください。あなたはこれまでに一度でもそういう苦労をなさいましたか廃所暮らしをなさるようになってからも、衣食住に不自由はなさらなかったでしょう。 そこをよく考えてみてください。わかりますかそして彼は手を離した。彼はひどく顔をしかめ、正俊に提灯を渡すと、まるで何かから逃げ出そうとでもするような落ち着かない動作で掃除を始めた。彼は今自分の口から出た言葉で自分が恥ずかしくなり、 両親に鋭い痛みを感じたのである。それは、他人に言うより、自分に言うべきことではないか。平三郎はそういう囁きを聞いたように思った。確かに、すぐそばに誰かいて、彼の耳に口を寄せ、冷笑をしながら、そう囁きかけたように感じられた。 今に思い知らせてやるぞ。と、正俊は震えながらつぶやいた。このままでは済まさぬ。今にきっと思い知らせてくれるぞ。平三郎は振り返ったが、何も言わずに掃除を続けた。天馬町へかかると、障子に明かりの見える家が多くなった。旅館、旗子を合わせると百軒を越し、 義を置く宿だけで三十軒ほどあった。これらの宿のうち、店先の一方にある一見際が、板縁になっているのと、竹円になっているのとがあって、校舎は竹と呼ばれ、角が一段下であった。平三郎はそのことを正俊に話そうとして口まで出かかったが、ぎゅっと唇を引き締めてそっぽを向いた。 喋りすぎる。貴様。喋りすぎるぞ。彼はそう自分を叱りつけた。天馬町から曲がって六地蔵町を済ませると、車はほぼいっぱいになった。時刻も午前四時に近いらしい。正俊は空腹と疲労とで、立っているのがようやくという風うに見えた。 平三郎は二人の道具をしまい、今夜はこれで終わりにしましょうと言って自分で車を引き天馬町の問屋へ帰った。問屋の店は閉まっていた。平三郎は店の横を裏へ回り、そこで箱の中のものを下ろした。その空き地に低く板囲いをして、牛馬の汚物、紙くず、ボロ、古わらじや縄切れなど、 それぞれ別に積んである。彼はその仕切り通りに始末しながら、地面に下の降りているのと、自分の息が白く凍るのとに、初めて気づいた。七。車を片付け、井戸端で手を洗うと、にわかに明け方の寒さが感じられた。 温ままるものを食べて帰りましょう。平三郎はそう言って両町の方へ後戻りをし正俊はその後からただ惰性で歩くような足取りでついていった両町の中ほどに「淡雪」と障子に書いた夜明かしの茶店があった孫籠屋、や飛脚金材から来る農夫などが主な客でまた 遊び帰りの若侍たちも飲み直しと称して面白半分に立ち寄ることがしばしばある淡雪豆腐はこの土地の名物として古くから知られているがその茶店では漬け揚げを入れたうどんが評判であった平三郎はそのうどんを食べた漬け揚げというのは魚かエビを油で揚げたもので そのこってりした味が熱いうどんにしみて、なかなかの珍味だと言われていたが、正俊は食べなかった。食わぬ。と、正俊は強く首を振った。こんな下船なものが食えるか。無用だ。意地になっているばかりではない。過度の空腹と激しい疲れと怒りとで、 食べ物などは受け付けない状態のようであった。悪くる夜もその次も、そしてそれ以来ずっと休まずに毎晩出かけて道掃除をした。十日目ぐらいまでは力ずくで連れ出さなければならなかった。平三郎自身、初めは体の節々が痛み、立ち位に不自由を感じるほどであった。 武芸で鍛えた若い筋骨も違った使い方をすると参るらしい。正俊は年も年だし、かつて老作らしいことをした試しがないから、どんなに答えるかおよそ察しがついた。しかし平三郎は見て見ぬふりをし、一晩も休ませようとはしなかった。ダメです。休めば帰って苦しくなります。 と彼は言った。慣れるまでの辛抱ですから我慢してください。出かけましょう。彼は萩尾に目をつむっていてくれと言ったが、今は自分が目をつむる気持ちで無理やりに正俊を連れ出した。萩尾には何も言わなかった。正俊も話さないらしく、萩尾は落ち着かない不安そうな様子をしていたが、 それでも何も聞こうとはしなかった十日目を過ぎる頃から正俊はようやくおとなしくなった半月近く経ったある日など夕方から雨になったので今夜は休もうというつもりだったが時刻が来ると正俊は黙って出かける支度をした平三郎はふと目の内が熱くなるように思い寺の栗へ行った 美濃を借りてきた「弱気になるな」と彼は自分に言った「息を抜かずにやり通せ息を抜くと元の木阿弥になるぞ」その夜の仕事が終わった後正雅俊は初めてうどんを食べた「そんなに熱いものには慣れていないのだろう」「初め一口入れると」 と言って吐き出し唇をすぼめてふうふうと息を吸ったもちろん見逃さは脱いでいるが手ぬぐいのほうかぶりはしたままなので唇をすぼめて息を吸う正俊の顔はほとんどどうけて見え平三郎は危なく笑い出しそうになった「バカげて熱い」と正俊は不機嫌につぶやいた「舌を焦がしてしまった」 平座は黙って食べ続けた次の時には用心して食べ茶店を出ると怒ったような声で「うまかった」と言った「うまいものだな」と相門のところでまた正俊は言った「あんなうまいものは初めてだ」「お口に合えば結構です」平三郎の口ぶりが冷淡なので 正俊はなお何か言いかけたが思い返した様子で目を背けた正俊の態度が次第に変わってきた道掃除になれるのとともに周囲の見聞にも興味を持ち始め孫や籠や人足百姓たちのすることや話すことを熱心に見たり聞き入ったりした「あるよ 下月中旬のことであったが、京へ上る老中の行列が入ることになり、左方ぶれが出た。掃除も常よりは入念にあり、町筋では森綱三箇所、家の前には水手を置け、放棄などを出す。名り町、材木町、下魚町などの茶屋の店は、すだれを回して囲い、どの家でも不条場には蓋をする。 また道に沿った田畑は一日前から声を止め「見苦しいものはすっかり片付ける」などということが厳重に行われた町役の指図で住民や助子を人足たちが走り回るのを眺め作方ぶれの司祭を聞くと正俊は事の大げさなのに驚いたらしい折りも折、り縦横堂の前で大提灯の支度をしていた男たちが 高声でしきりに不平を並べているのを聞いた。特に悪意を込めたわけではない。ありふれた不平に過ぎないが、正歳には相当強く響いたようであった。俺はそう思うんだが、と一人の男が言った。一生のうちに一度でもいいから、殿様になってこういう景色をカゴの中からのんびり眺めたいもんだ。 そうかな、と別の男が言った。俺がもし殿様になったら、こんな馬鹿騒ぎはやめにするがな。どっちも間違ってらと、老人らしい声が言った。お大名なんてもな、こんな作法ぶれの苦労なんて知りやしねえ。知らねえから、眺めたって別にいい心持ちでもなんでもねえさ。また、 こんな作業をやめるの何のというようなちっぽけな気持ちじゃ、大名などは務まらねえもんさ。じいさんは大名に詳しいな、と一人が言い、すると他の一人が言った。ちっぽけな気持ちで済まなかったよ。正と市はほうきを使いながら耳を澄ましていた。ほうきを使うのが上の空で、 その話にすっかり気を取られていることが平三郎にはよく分かった。その自分にはもう茶店へ寄ることが楽しみになったようでうどんもおかわりをするし他の客たちの話を聞いてくすくす笑うようなこともあった。またしばしば彼らの話に引きつけられて食べ終わってからあとも聞きたそうに立ちしぶることがあったし 話の中でわからないことがあると、外へ出てから平三郎に聞き立たすようになった。洋ナビとは何だあのネイはとんてきだが洋ナビをすると話していたが、どういうことだ洋ナビとは夜稼ぐことです。姉とは娘のことで、あの娘は夜も稼ぐというわけです。とん 敵とは何だ平三郎は首をかしげた。存じません。いずれ、岡崎なまりでしょうが、聞いておきます。聞いてみたら、お天場という意味であったが、正俊にうまく説明できないのに困った、などということもあった。十一月下旬になって、平三郎は父から呼ばれ、 久方ぶりに戸の長筋の家へ帰った。八五郎左衛門は無論道掃除のことを知っていた。詳しい理由は言わなかったが、平三郎があまり熱心に頼んだので、とにかく手続きを取り、その手配をしてやった。だが、 夜半を選んで道掃除をするなどということは桁外れであるし、特にそれを正都にやらせるとなると、まず不可能と見るほかはなかった。やるにしてもどうせ長続きはしないだろう。そう思っていた。それで平三郎の報告を聞いても、すぐには信じられない様子で、いちいち念を押して聞き返した。 平三郎はできるだけ控えめに話し飾ったり誇張したりしないように注意した。ではと五郎左衛門は疑わしそうに聞いた「本田公は行場が改まったというのか」いやそうは申しませんただこのように変わってきたという事実を申し上げただけです。 五郎左衛門はしばらく黙っていて、ふと目をそばめて平三郎を見た。一体どうして道掃除などということを思いついたのだ。平三郎はう目を垂れた。彼の首から耳のあたりが赤くなり、膝の上の手が固く握りしめられた。<laughs> すっかり申し上げてしまいます。と、 彼は神戸を垂れたた。まま言った「そもそも初めは商売役を願って出た時のことですがあの頃私は自分で自分に愛想を尽かしていたのです」。平三郎は正直に告白した「いつでも辞められると信じていた酒や優等が事実はいつの間にか辞められなくなっていたこと」。 酒や言うそのものが悪いのではなく、習慣になることが恐ろしいのだ、という父の訓戒を思い出し、そこから抜け出ようと努力したが、どんなに困難であるかがわかり、ほとんど絶望を仕掛けたこと。そうしてあの世、客間で本家の三郎右衛門や背後や父の話しているのを聞き、 爪腹とか毒殺とかいう言葉を耳にして自分のことではないかと思ってぞっとしたことなどを語った。それが本田公の問題だということはすぐにわかりました。と彼は続けた。その時私は同じ病気を病んでいる者同士というような気持ちを感じたのです。自分の酒や油汚も 本田公のご乱業も別のものではない。自分なら本田公の弱さや苦しさや心の痛みがわかるだろう。そう思って、商売役を願い出たのです。同じ夜のことだが、酔って帰る途中で道掃除をしている妊婦たちを見た。夜の十時過ぎで小雨が降っていた。 そんな時刻に濡れながら道掃除をしている妊婦たちの姿を見たとき、自分はかつて経験したことのない鋭い両親の痛みを感じた。貴様には真嘘拾いもできないじゃないか。と、そのとき私は自分に言いました。と彼は神戸を一層低く垂れた。 全くそういう気持ちでしたし、それが道掃除をするきっかけになったのです。五郎左衛門が聞いた。どういう効果があると思ったのか。何も考えませんでした。これからも続けるつもりか。そのつもりです。と平三郎は答えた。五郎左衛門は片手で日よけの縁をなで、 その目を壁の方へ向けながら、実は、講義からその後の様子を知らせろと言ってきた、と低い声で言った。お前も承知の通り、あまりに業績がひどいので、講義へ伺いを立てた結果、やむを得なければ爪腹を切らせろという沙汰があった。それに対して、 様子を知らせろというのだから、何とかはっきり返事をしなければならぬ。どう返事をしたらいいか、と五郎左衛門が聞いた。平三郎は当惑したように言った。もう少し待つことはできないのですか。その言葉は五郎左衛門にとって意外だったらしい。明らかに、 彼は我が子から別の答えを期待していたと見え、顔には不満の色が現れたし、その目は鋭い光を帯びた。お前は、と五郎左衛門が言った。自分で責任が負えないのか。平三郎は父の表情を見、その言葉の意味を考えた。そして、急に眠りから覚めたように、 明るく微笑しながら言った。私に責任を負わせてもらえるのですか無駄なことを言わなくてもいい。講義へはどう答えるのだご乱業は収まるものと信じます。その責任は私が負います。五郎左衛門は、よし、とうなずき、 それから少し機嫌を直したように言った。芯まで腐った木にも芽の出ることはある。だが、その芽は必ずしも腐った幹のよみがえった証拠にはならない。うどんを喜んで食べるくらいのことで気を許すと後悔するぞ。平三郎は、はい、と。 しっかりうなずいた五郎左衛門が声をかけるとそれを待っていたように母が茶と菓子を持って入ってきた菓子は母の手作りで一軸の実を干して砂糖で煮たものであった平三郎は茶だけすすり菓子は包んでもらって立ち上がった大臨時へ帰ったのは午後3時ごろであった 裏門から入り、いつものように栗の横を抜けて行くと、その裏にある植え込みのところで、萩尾が寺の下男と立ち話をしていた。彼は呼びかけようとしたが、急に口をつぐみ、二歩ばかり後ろへ下がった。萩尾がその下男から酒のとっくりを受け取るのを認めたのである。 平三郎は強く唇を噛んだ。萩尾はこちらには気づかず、しかし急ぎ足で離れ屋の方へ去って行き、平三郎はその後からゆっくりと歩いて行った。いや、まさか、と彼は口の中で呟いた。まさかそんなことはあるまい。彼は急に疲れを感じた。足が 石にでもなったように重く、そうして耳の奥で父の笑う声が聞こえるように思った。彼はもっと強く唇を噛み、立ち止まって空を見上げた。空はしらじらと晴れており、墓地の方から線香の匂いが漂ってきた。平三郎がクリアへ入って行くと、 暗い板の間で何かしていた萩尾が「あっ!」と声を上げ何かを取り落としてそれが高い音を立てた平三郎は大股にそっちへ歩み寄り萩尾は板の間に膝をついたまま大きく見張った目でこちらを見守っていた彼女の前に酒のとっくりがあり缶鍋があった 神鍋は横に転げていて、打ち負けられていた酒が強くにった。平三郎はそれらを眺め、それから萩尾を見た。萩尾は大きく見張った目で平三郎をまっすぐに見上げていたが、やがてその目が涙でいっぱいになり、まるで草の葉から梅雨でもこぼれるように、涙が膝の上へこぼれ落ちた。 いつからです。と、やがて平三郎が低い声で聞いた。いつから飲ませていたんです。萩尾は口を開いたが、舌でも痺れたように何も言うことができなかった。平三郎は高い声で言った。お言いなさい。いつからこんなことをしていたんです。こんなことをして、あなたは恥ずかしくないんですか 彼は、板の前へ上がり、肩肘をついて、いきなり、萩尾の襟を掴んだ。怒りとも憎悪ともわからない、激しく荒々しい感情で胸がいっぱいになり、彼は乱暴に萩尾をこずいた。9。あなたは恥ずかしくないのかと、平三郎は叫んだ。 堪忍してください、と、萩尾がおろおろと言った。涙のこぼれ落ちる目で、平三郎をしたと見上げたまま、萩尾はおろおろと言った。じっと辛抱していらっしゃる殿様のご様子があんまりおいたわしくて、どうしても差し上げずにはいられなかったのです。いつからだ 彼はもっと強く襟を掴み上げた。いつから飲ませていたのだ。これで三度目です、と、萩尾が言った。私の差し上げるだけしか召し上がりませんし、召し上がっても乱暴はなさいません。もう少しくらいならいいと思ったものですから。その時、話せ、と、 叫ぶ声がした。開けてある杉戸のところに正俊が立っていた。拳を握った左手は腿に沿って下げ、右手は後ろに隠していた。平三郎は萩尾の襟を掴んだまま上体をひねって振り返った。その手を離せと正俊が言った。 萩尾に手を触れるな平三郎は手を離した。すると正俊は、ぶれ者と絶叫しながら踏み込んだ。その右手でギラッと白羽が光り、萩尾が悲鳴を上げた。平三郎は体をあおって飛び込み、正都の右手を逆に取ると力に任せて押し付け、締め上げながらぐいぐいと奥の座敷まで押し戻した。 雅サは大活し、取られた腕を振り離した。雅サは体力を回復していた。腕を振り離して立ち直った様子には、体力を回復したことがよく表れていた。平三郎は後ろへ飛び下がった。今日こそと、雅サが歯を見せていった。今日こそ、思い知らせてくれるぞ動くな 平三郎は飛び込んだ。後ろで萩尾が叫び声を上げた正利は刀を振ったが平三郎はつぶてのように飛び込み正利を肩にかけて投げた重々しい響きとともに家が振動し跳ね起きようとする正利をがっしりと平三郎が押さえ込んだ正利の手から刀が飛びなお跳ね起きようとして両足で畳を打った 平三郎は上からしっかりと押さえ、右手を正利の首に当ててぐっぐと締め付けた。正利の喉で、かすれた全命が起こり、萩尾が後ろから平三郎の背にすがりついた。お許しください、堪忍してください。と、萩尾が泣きながら叫んだ。殿様に罪はございません。私が悪かったのです。どうぞ堪忍して、話してあげてくださいまし。 聞こえますか今の言葉が聞こえますか平三郎は正年に言った。萩尾殿は、二十一歳になる今日まで、ほとんど世間へも出ず、娘らしい喜びも楽しみも知らず、行く末に何の希望もないのに、流人同様の小なた様一人を頼みにし、小なた様がいたわしいというだけで仕えてきたのです。 他の自社がみんな去ってゆく中で、直接には何の恩子もない萩尾殿一人は残っていた。何のためだと思うのです。私は男だからいい。私には将来もある。だが、娘盛りをこんな風に暮らし、行く末の望みもない萩尾殿のことを考えてみようとは思わないのですが、それでもこなた様は、 平八郎忠勝公の着村だと言えるのですかこれに構うな。と、正俊がしゃがれた声で言い返した。これが、俺と生涯を共にするのは当然だ。貴様に何がわかる小町は俺の娘だ平三郎は聞き違えたかと思った。 だが、彼の背に取りすがっていた萩尾が彼の背から滑って泣き伏した時正利の方では自分が言ってはならないことを言ったのに老狽したらしく「いやー違う」と首を振り全身の力を抜いて両腕をバタッと畳の上へ投げ出した。 今言ったことは誤りだ。と、雅都はあえぎながら言った。俺にとっては、娘も同様だと言いたかったのだ。平三郎はこくっと唾を飲み、どもりながら言った。もしも、そうお考えなら、二度と萩尾殿を悲しませないようにしてください。そうしてくださいますか。 すると、正利は顎でうなずいた。そうすると約束しよう。平三郎は正利を助け起こしてやった。萩尾はすぐに乱れた獲物を直しにかかり、平三郎は刀を片付けた。それからもう一度正利の前に座り、無礼、お許しください。 とお辞儀をした「いい折ですから申し上げておきます」と平三郎は穏やかな調子で言った「明日老職から講義へ答申書が出されますがそれに公の御行状が改まり謹慎の御様子が現れたと述べられるはずです。どうか。 それをお忘れにならないでください。そして立ち上がって廊下へ出た。平三郎が自分の部屋へ下がろうとすると、萩尾が追ってきて呼びかけた。萩尾はまだ泣きじゃくっており、目の周りが赤く腫れたようになっていた。私が悪うございました。と、 萩尾は低く神を垂れた。これからは決していたしません。どうぞ今度だけお許しくださいまし。平三郎ははぎ尾の顔を見ることができなかった。けれどもその頼りなげな打ちしおれた声を聞くと、突然抱きしめて慰めてやりたいという激しい衝動に駆られ、我知らず向き直った。 廊下の薄暗がりの中で深くうなだれた萩尾の鮮やかに白い首筋がほとんど彼の目の下にあった。平三郎はドキッとし、それからふと気づいて懐を探り、たもとを探った上、たもとの中から潰れた紙包みを取り出した。 包んだものが潰れて髪が茶色くベトベトに汚れていた。母が自慢で作ったものです。と彼は不器用にそれを差し出した。いちじくを砂糖で煮たものなんですが、今のあれで潰れてこんなになってしまいましたけれども、よかったら食べてください。彼は 逃げるように自分の部屋へ去った。あの人は、本田校の娘だ、と平三郎は思った。いつか彼女に、父親はどうしているかと聞いたとき、彼女は答えなかったし、今日まで、ただ一人だけそばを離れなかったことも、それで合点が行く。雅俊は自分の言葉をすぐに否定したが、 いかにも弁解がましかったしかえって事実であることを証明するように聞こえたおそらく亡くなった萩尾という人と甲の間に生まれたのだろうと彼は仕事着に着替えながらつぶやいた本来なら六万石の大名の姫君として 多くの侍女に貸し付かれて育ち、然るべき大名の奥方となられたことだろうに。だが彼は急に頭を振り、そんなことは帰らぬ愚痴だ、と自分に言った。あの人にはまだ望みが残されている。甲が真実介護し、謹慎の実を示すようになれば。と彼は。 クリア口から出ながらつぶやいたそれが第一だうに真実介護の実を示してもらうことがそうすれば10平三郎は暗くなるまで薪割りをした彼は食事は自分の部屋でするのだが その日は、正利から一緒にするようにと言われ、正利の座敷で夕食を共にした。萩尾の禅もそこにあったが、彼女は箸を取らなかった。給仕が終わってから食べるのだろうと平三郎は持っていたが、茶を出してからも食事をする様子はなく、正利が、ちょっと待っていてくれと言って立つと、 一緒について出て行った2人は間もなく戻ってきたが正俊は着替えをし次上下をつけ小刀を刺していた正俊が座につくと萩尾は全部を片付け自分は脇に下がって座った「どうしたのだ」平三郎は腑に落ちない顔で見ていた 何か予期しないことが起こるということは感じたが何事が起こるかは見当もつかなかったそして正俊が話し始めた時彼は自分の周囲にあるものが全てくるくると回り出すような錯覚に襲われた「明日の講義への答申は待つように」と老職に伝えてもらいたい。 と俊は言った俺は自決をするそこで口をつぐみ両手を膝に置いて雅利は目をつむった平三郎は半ば口を開けたまま息もつけないといったような顔をしており マサト氏が再び口を開こうとする直前にようやく何をおっしゃるのですかとどもりながら言った。どうなすったのですかと彼は声を励まして言った。自決などという問題はもう消えています。それはもう過ぎ去ったことです。私のやり方にご不満があるのですか 正利は目をつむったまま、極めてゆっくりと首を振った。俺の言うことを聞いてくれ。いや、私は聞きません。さようなことは伺いたくありません。正利が静かに、けれども反対を許さない調子で遮った。俺の言うことを聞いてもらいたい。 平三郎は唇を引き結んで黙った。この四十日ほどの間に俺は随分多くのことを学んだと正俊は言った。道掃除をする間にも茶店でうどんを食べる間にも。 これまでかつて経験したことのない経験をし、経験したこと以上に多くのことを学んだ。こういう言い方は芝居がかっているかもしれない。もっと別の言い方があるかもしれないが、今はこんな風にしか言えない。この四十日ほどの間に見聞きしたことは、俺自身の過去。 俺がどんな人間だったかということをはっきりとあぶり出してみせたのだ。平三郎は気がつかなかっただろう。と、正俊は続けた。ある朝、夫婦と幼い子供二人の家族が食事をしていた。話を聞くと、 暮らしが立たなくなったので、よその土地へ行くらしい。五歳くらいと見える男の子が、これから行くところのことをしきりに聞いていた。正俊はちょっと言葉を切り、やはり目をつむったままで、記憶をたどるようにゆっくりと続けた。そこにはお家があるの、と、 その子供が聞いた。あるとも、と父親が答えた。ご飯食べられるんだね。おお、お腹いっぱい食べられるよ。嘘じゃないね。嘘じゃないとも。いいなあ、おうちがあってご飯がいっぱい食べられて。ほんとだね。ほんとだよ。もっとうどんを食べな。 雅俊はそこでしばらく黙ったその次の朝いやと雅俊はやがて話し継いだ次の次の朝かもしれないその家族四人が矢作川へ身投げをし 一番下の子だけ助けられたということを茶店で話していた。まるで冗談ごとのように、みんな死ねばまだしも一番小さいのを助けられるなどとは、あの夫婦もヘマなものだ。そう言って笑った。それだけだ。あの夫婦もヘマなものだと言って、 笑ってすぐに他の話を始めた。彼らには珍しいことではなかった。おそらくそんな例は絶えずあることで、今更同情したり悲しんだりすることではなかったのだ。そのことが、四人家族の死んだということより、それを冗談のようにヘマなものだと笑って済まされたことの方が、 俺には耐えがたかった。そうだ。耐えがたいことだったし、事実そうなのだ。茶店で話されることの大部分が同じようなものであった。年貢の滞ったために、棚賃の払えないために、仕事がなくなったために、かさんだ借銭のために、 一家が離散し夜逃げをし盗みに入って囚われ自殺をする。そうしてそれを話す者がほとんどが面白半分で悲しんだり心を痛めたりする様子がなかった。どうしてだこれはどういうことだと俺は不審に思った。だがやがてわかってきた。 彼らが同情したり悲しんだりしないのは、そういう悲惨な出来事に慣れているだけではない。いつかは自分の身にも同じようなことが巡ってくる。いつかは自分もそうなるだろう。そして、その時には切り抜ける道はないのだ。ということを、見通しているためであった。 は静かに目を開いた外はすっかり暮れて障子が明るく証しを映していた午後から少し風立っていたのがやや強くなり裏にある竹やぶがしきりにはずれの音を立てていた俺が早くこういうことを知っていたら 領主として何かしたかもしれない、と、正歳は言った。政治ということを知らぬから、領主の意思だけでは何もできなかったかもしれないが、少なくとも何かしようとはしたと思う。だが、事実は、現に俺が何をしてきたかということは、 多くの者が知っている通りだ。漁師としてはもちろん、単に人間としても、俺はクズに劣る。お言葉ではございますが、そこにご合点の一体今こそ、これまでの償いをなさるときではございませんか根性ではできない、と、 雅俊は首を左右に振った。償うことがあまりに多すぎるし、俺にはもうその力はない。平三郎にもわかっているはずだ。それは根性では不可能なことだ。私は安穏なご予性が遅れるようにと、それだけを念じて、 平三郎が言った「そのためにこそ力ずくで御意に逆らい道掃除などという下船なことまでしいましたそれはただご余生が平安ではるようにと願ったためなのです」「いや自決すると決めた今ほど」 平安な気持ちは俺にはなかった。と、正俊が落ち着いた口ぶりで遮った。過ぎ去った五十年よりも、この四十四日の間に、俺は人間の生き方を知った。これで十分だ。老職から講義へ投身するということを聞いたとき、 俺は腹が決まったのだ。そうあってはならない。これ以上生き延びてはならない。五十四年にわたる罪の償いはできなくとも死に時だけは謝りたくない。この気持ちは平三郎にもわかるはずだ。平三郎は神戸を垂れた。かすかに 萩尾のおやつがごくかすかに聞こえていた。今宵のうちに老職へ伝えてくれ。抗議への答申はやめること。次に、明日、剣士と解釈人をよこしてくれること。これは、俺の見知らぬ者に命じてもらいたいこと。以上だ。 正シはそこで声を緩めた平三郎には世話になった礼は言わぬ礼を言わぬ上にもう一つ頼みがある平三郎が言った分かっています小町のことだ 分かっています」と平三郎が言った彼は神戸を垂れたまま食いしばった歯の間から言った「萩尾殿のことでご心配はいりません私が確かにお引き受け申しますそれで心残りはない」 と言って、正利は振り向いた。小町、酒月を持ってまえで。萩尾が立って全部を持ってきた。萩尾の食前だと思ったのがそうではなく、この時のために用意してあったらしい。正利が酒月を取り、萩尾が調子を持った。その時。 ひときわ強く風が渡って、裏の竹やぶが潮彩のようになり立った。調子を持つ萩尾の手はしっかりと落ち着いていた。 最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれからご意見コメントなどもお待ちしております